いろいろ歴史を話して。この春日神社は、中が、宝安殿、昔天皇皇后の御影を教育勅語が飾られておったものでございます。そしてこの中には春日神社豊作会が現在管理をいたしております。春日神社木造三重番神立像が入っております。この三重番神がこの中に入っておりまして、蕨市の現在無形文化財となっております。この30体の仏像は江戸時代、初期にできたものでございまして、大変、立派なものであります。どうぞご縁がありましたらご拝読いただければ幸いでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大王先生問題ないで、この15番人が月の15日には前に出して、お飾りするものであります。この当時はですね、一月が30日で回ってたんです。でその都度この1日、2日、3日とこういうふうにこれを前に出してお祭りをしたもの。ああ、だらだら。そうそう、珍しいのはやっぱりエルナ神様、アマテラス神、八幡、八王子、はい、稲荷様、はい、住吉、これは祇園、大名、祇園、はい、これ、まあ、先ほどの15番の佐賀市は大名人、これは松尾、大名人、はい、これすごい、ここで昭和、昭和大名人、暑い、素晴らしい。あ、北の大、これはあと北の大名人というのはあと、道真の違う、これ北の外関係ない、これ、うん、あとはこのキビズ、これすごいね、これまあ立派な、これでまたいろいろなところにこの絵が出ていくと、これだけのものは全国でもありますけれど、これだけのものは少ない、少ないと思います。初めて私の、はい、初めて、素晴らしい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ご親切にいろんなお話を、今日一日立派な祭りを見ることはできて、もすごく嬉しいです。ここ埼玉県の蕨にある春日神社、はい、立派なお祭り、ぜひ来年もよろしくお願いします。どうぞお待ちしております。ありがとうございます。これはまたテラスの女将、きれいきれい、ありがとうございました。だからです、今すぐ終わります、はい、ありがとうございました、はい。